はい、ハリケンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ちょっとね、散らかってる感じで申し訳ありません。今日はね、キャンプに来てるんですけれども、もうここに出てますが、ちょっと前からね使ってるんですけども、ベントラックスさんのコットのねレビューをまだできてなかったので、ちょっと自宅が狭くてこれを展開することができないので、外じゃないとレビューができなくて、なかなかちょっと動画撮影することができなかったんですけれども、今日ねやっと撮ってみようかなと思って撮影しております。いろいろとね、ちょっと私徒歩キャンパーなものでコット自体を買おうかどうか迷ったんですけれども、やっぱりあのマット敷いて、まあ寝てるとですね、やっぱ何時間かに下のねゴツゴツとかもあって起きちゃうんですよね。でコットやっぱ評判がいいので、どこのメーカーさんのがいいかなと思っていろいろ悩んだんですけれども、やはりですね、まあ、他にあのベントラックスさんのランタンポールとか、あとテーブルとか使ってるんですけれども、このメーカーさん自体のものづくりに対するですね、まあ、意気込みであったりとかスタンスであったりとかっていうのにすごく共感できまして、同じねこのベントラックスさんのコットの方を購入させていただきました。ではね、早速開けて組み立てていきたいと思うんですけども、よくコットですごい力が組み立てにいるっていうのを聞いたことありませんか？このベントラックスさんのコットは全くそんなことないです。本当にね、女性の方でも極端な話、お子さんでも組み立てできると思うので、その辺をね簡単にご説明していきたいなと思っております。では開けていきます。こう開けていきますと、こちらがメインのポールですね。であとこちらが足の部分が3つ入ってます。であとこちらがこの状態だとローコットになるんですけれども、あのハイコットにするための足があるんですが、それは今日すいません、ちょっと持ってきてません。なんで今日はローコットの、まあ、ご説明にはなりますけれども、まあ、後で組み立てた後に説明しますが、ここの穴に足をね刺してあげるだけでハイコットになります。なんで2ウェイですね、ローとハイの切り替えが可能なコットになってます。あともう一つですね、こちらにこの上の生地部分が入ってます。ではまずこのフレームの方ですね、組み立てていくんですけれども、こういったマジックテープが付いてまして、これを外して、もう本当に4本つなぎですね、これつなげてあげるだけです。ちょっと画角が狭いので全部見えないかもしれないんですけども、これで2本組み立てできました。このねポール自体もすごく質が良くて、あのランタンポールの時にも言ったかもしれないんですけども、この質感すごく好きです。であとこちらの足部分はガチャガチャしないようにこのゴムのパーツでですねバンドがあります。で組み立て方としては、この向きにこう入れてあげるだけですね。この形にしてください。これを3本同じことをします。このゴムを外して、これもなんてことないです。ただ入れるだけです。この形ですね。この形に組み立ててください。で、ゴムを外して、この形に3本組み立てます。で、これを組み立てたらですね、先ほどのこの生地の方に、このメインのポールをね、はめ込んでいきます。ちょっと画角的にすいません、見えにくいと思うんですけど、ご了承ください。これもちょっと私、このベントラックスさんのコットしか持ってないので、比較しようがないんですけれども、このポール自体もすごく入れにくいコットがどうやらあるようなんですが、ちょっとわかんないです。私、他のやったことないんで、このベントラックスさんのコットは、私のこの組み立ててる印象としては、このポール自体はすごく入れやすいと思います。ここを入れてあげるとですね、見えてる、はい、こんな感じでここがですね、こういうふうにこう止めるというか入れ込むところがあるんですね。でここに入れ込んだら、
反対側もちょっとごめんなさい、反対側映んないと思うんですけど、反対側も同じように入れ込んであげます。そうするとこのように、はい、ホールが出来上がります。で、同じように反対側もですね、ホールを入れ込みます。狭いところで撮影しているので全部見えてなくて申し訳ないんですけれども、で、これでこっちを入れ込んだら、こっちもきっと入れたり、はい、これでね、ポールの差し込みが完了しました。では次にこの先ほど組み立てた足の方をですね、このポールにはめ込んでいくんですけれども、この作業はすごく硬いというか力がいるっていうことがあるようなんですね。ちょっと私も未体験なんですが、初めて買ったことがこのベントラックスさんのことだったもので、これはね、全然力いらないです。で、先ほど組み立てた足が片側がこういったパーツがついているので、こう開け、こう開放してあげるんですね。で、この真ん中から一応組み立ててくださいという説明になってました。ここにはめます。で、もう片方を、見えてるかな、ギリギリ見えてますよね、ここ、ここをこう入れてあげるんですよ。こういう風に入れてあげたら、あとはテコの原理でこれをカチャってやってあげる、これだけです。全然力いりません。簡単に組み上がります。で、あとはちょっとごめんなさい、画角的に両サイドは見えなくなっちゃうかもしれないんですけど、同じようにこれを外してあげて、下からはめて、このカチャッとはめてあげると、この作業になります。はい、これでもう下がね、組み上がりました。で、あともう一つね、この下じゃない、上ですね、ここ、これ見えてるかな、これ見えてますね、ここ下を入れてあげて、これを外します、ロックを。で、ここに入れたら、テコの原理でカチャッと、これで完成です。これで出来上がりました。ものすごく簡単ですし、力もいらないので女性でも組み立てやすいと思います。では、今日はですね、ソロッキーワンのインナーの中に入れていきたいと思うんですけども、ちょっと入れたことないんであれなんですが、まあ入るとは思います。ちょっと荷物が邪魔ですが、よいしょ。映ってるか。これで問題なくね、インナーの中にコットを入れることができました。ちょっと下全部ね、3つの足の部分、3つ部分覆ってないんですけど、フォロワーさんに教えていただいて、この下をですね、ちょっとこのインナーとかグランドシートが傷むのが嫌だったんで、銀マットを敷いて、負荷のかかる真ん中と頭の部分に関しては下をね、ちょっと保護してます。気持ち程度かもしれませんが、というようにですね、非常に簡単に組み立てることができまして、かつですね、私まだちょっとお昼寝程度しかしたことがないんですけれども、ちょっと寝てみましょうか。
こう寝てる時のビシビシ音がですね、ちょっとこれも他と私比べることができないんであれなんですけど、 しないと確かに私も寝てる時にこう動ちょっとこう動いてますけど、ギシギシしなくないですか。これがちょっと他のメーカーさんだとどれぐらいギシギシするのかわからないんですけど、全然こうギシギシしないと。なんでこう寝返り打った時とかでもギシギシ音で目覚めることが少ないというのがすごくこだわりで作られているそうです。あー気持ちいい。今日ね初めて夜まともにこのコットンを使うことができるので、このあたりもねまた起きた時にレビューしたいなと思っております。はい、こんな感じで今日の寝床完成しました。ではねまた寝心地の方は朝起きた時にお伝えするとして、一旦このベントラックスさんのコットの設営方法、非常に簡単にできるというところをお伝えしました。ではまた後ほどお会いしましょう。ベントラックスさんのコット初めてちゃんとね寝たんですけど、快適に眠ることができました。やっぱりねコット買ってよかったです。はい、ではねちょっと自宅に戻ってきまして、コットのねハイモードの紹介をねしたいと思うんですけれども、その前に一つねちょっとスペックの紹介をしてなかったのでご紹介したいと思います。まずサイズがですね、展開したサイズは190ですね。長さが190、幅が67センチで、高さがローモードで17センチ、ハイモードで37センチになります。で、収納時のサイズが56センチですね。長さが 56×17×17 っていう感じになります。で、重さがハイモードで全部足も持っていくと3キロ、ローモードで持っていくと 2.4 キロになってます。色が私が持っているコヨーテとオリーブブラックの3色展開になっております。では早速ね、こちらのご説明した通り、全部はちょっとできないので、この足に、このハイモードの足をね、つけて、ご紹介していきたいなと思うんですけれども、これでね、ローモードの足を組み立てました。で、ここの穴にハイモードの足を差し込んでいくんですけれども、ハイモード用の足がまたこの別のですね、同じ外袋と同じ素材ですね、の収納袋に入っております。足がですね、まぁ、こんな感じの足になってまして、これが全部で、この一つのローモードの足に対して4本付けることになりますので、全部で12本ですね、入ってます。で、付け方は、本当ただ刺すだけです。このように、差し込んであげるだけですね。これを各足に、このように差し込んであげるだけですね。これで、これで足ができましたので、こんな感じになりますね。で、ここにメインフレームがついてと、これでハイモードになります。そうすると、コットの、まあ、座面っていうんですか、あの生地部分がここぐらいになりますんで、この下分ですね、物を入れたりとか、もしくは、まあ、寝るとき以外にベンチみたいな感じで使うこともできます。ハイモードにすると、こんな感じの展開の仕方になってきます。ではね、キャンプ動画から続いて、こちらのハイモードのご紹介を含めて、今回は、ベントラックスさんの 2way Adjustable Cot のご紹介となりました。コットね、迷われてる方がいたら、間違いなくおすすめできる一品です。特に、女性の方。まあちょっと私、他のね、コットを設営したことがないのでわからないんですけども、結構力がね、思いっきり男性の方で体重かけてやって、やっとここのフレームに入れることができました、なんていうね、話も聞いたりもしますんで、そういったことは一切ありません。ですので、女性の方、
力がねちょっと弱いなって思う方でも簡単に設営ができると思いますので、コットをねご検討されている方はぜひ、まあ、検討のね一つに入れていただきたいなと思います。では本日の動画以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。